一回ほんまめっちゃ盛大に振られたことあって、うん、高2の時に、うん、他のクラスの男の子に全然接点ないのに、うん、なんか一目惚れか忘れたけどなんか気になって全然かっこいい子じゃないんやけど、うん、で友達伝いになんか、メールアドレス聞いて、うん、でメールしててんやんか、うん、で、うん、別にそんな気が熟したわけではないけど、うん、まあ、バレンタインやからやっぱ好きな人にはもちろんあげるやん、うん、でもあげるイコールもう好きやからもう告白しちゃおうっていう考え、うんうん、はいはい、家に届けに行ったんや、うん、じゃあなんか部活帰りに整骨院行ってるとかっておらんかって、うん、妹が出てきて、うんうんうん、おらんかって、うん、じゃあもうしゃあないから妹に預けしかないかと思って、うん、なんか預けて、うん、でチャリで帰ってる途中に、うん、あの電話かかってきて、うん、改めて告白、はい、して、うん、そしたらあの普通にまあごめんということがありまして、その時の恋愛模様めっちゃ複雑やった、やって、別にそんなおもろエピソードじゃないねんけど言ってもいい、うん、どうぞ聞きたいよ。その時に相談乗ってくれてる男子がおって、うんうんうん、その子に電話したんや、うん、じゃあなんかその子は多分好きやったみたいで、うん、もう俺にしとけよみたいな、漫画じゃん、そうそうそう、いいな。で、もう一つそこにあのその相関図に入ってくる人物がいて、おうおうおう、高校1年くらいからずっと好きって言ってくれてる中国人留学生の子がいたんよ、うん、チョウ君っていう子がいて、うんうん、そのチョウ君は私のこと好きって言ってくれてたから、うんうん、さっきバレンタイン渡したその子好きになった時に、はい、筋を通さなと思って、うんうん、好きな子ができたって言ってん、おうって言ったら、うん、あの別れるってことって言われて、別れるって、いや付き合ってたっけみたいな、えなんか、うん、クリスマスに一回呼び出されてんのよ、クリスマスにその呼び出された時にチョークの中では告白が成功したことになってて、なるほど、そのクリスマスからバレンタインまで2ヶ月間私たちは付き合ってたことになってたの、どこも行ってないけど、うん、でバレンタイン渡したって言ったらその、うん、あの別れるってことみたいなそうそうそういう勘違いが起きてたんだ、そうそうそう、大事件、私の中では、そうね、ちょっとそうもてあそんだというもてあそんではないけど、いろんなごちゃごちゃなっちゃった、いろんな相関図が入り乱れた高2のバレンタインやったな、